日本の情報収集衛星で撮られた写真は公開できないと。なぜならその精度というものがよそにバレたらまずいからっていうんで、活用はごく一部だけをやってる。でもこういうふうなところで言うと、何のため情報収集衛星こう打ち上げたの？確かに秘密は守んなきゃいけないところもあるんだろうけど、その辺非常に微妙ですよね。その辺ってのは衛星センターで見ていて、実は衛星の立ち上げの頃は私も相当やりましたからね。はいはいはい。それでそれは、要所のところにやっぱり見せるんですよ。うん、ですから必要な人のところだけ行ってればいいと。特に解析度ってすごい重要な問題ですから、はい、それからあとね、これはちょっと初めてお話しするんだけども、はい、今世界の不思議な機材があるんですよ。不思議な機材、ええ、はい、日本の衛星の電波っていうのを取ることは国際法で禁止されてないんです、うん、あっちこっちの国が衛星打ち上げてるでしょ、はい、ある特殊な機材があるんですよ、うん、それを置いとくとあっちこっちの国の衛星から送ってく画像が見えるんです。じゃあ自前打ち上げなくてもいいんじゃん。できる。これは本当に裏の世界の話なんだけど、うん、それをやってる国があるんですよ。ものすごい技術が進んでるのは。中東の某国でアラブじゃない国。じゃあ一国しかないじゃないですか。いや、アラブじゃない国、中東、イランも、イランもアラブじゃないですからね。トルコもアラブじゃないですから。イランとか、トルコじゃない国でしょ？イランとかと、いや、よくわかんないです。とにかくアラブじゃない国。でもその機材があると、はい、自動的なアンテナを立てるだけで、うん、全部各国の衛星のデータを取って見れるわけですよ、うん、だから解析度を隠すと隠さないという話にしたって、うん、そんなことも簡単に取れるわけ、うん、ですからそれはその国の国家政策として、うん、テロ団体とか変な国には売らないですよ、うん、もし北朝鮮がそういうような機材仮に自力で開発すると、うん、あるいは購入することができれば、うん、日本の衛星データ全部北朝鮮見れるわけですよ、うん、技術って今そこまで来てるわけです。だから衛星っていうのは空にあるから、うん、電波取り放題なんですね、うん、